ちはこういうコンセプトを持ってるんですけれども、どうやって発展させればいいのか私たちはわからないんですが、助けてくださいって言ったんですね。でその教授さんは、わかりました、じゃああなたたちはどうしたいのって、私たちのコンセプトはやっぱり他の人たちもちょっと知っておきたい、知っておいてインドネシア人にはやっぱり金持ちだけが金持ちになるんじゃなくて、貧乏な人たちも金持ちになれるんだよっていう生き方を教えたい、この6人が。でその教授さんの助けがあって、マカサで一番大きなホテルでセミナーをやろうとしてたんですね。で400人ぐらいの人たちを招待してたんですけれども、来たのは10人だけなんですよ。でその10人も5人は自分たちの教授さん、自分たちの先生たちで、あ、これは悲しいなって。でその、教授さんたちがその自分たちのプリンセスが分かっていて、でそのプリンセスがたまたま、この人はそのユスフカと近いじゃないですか、関係が。でその教授さんたちがその、この人にそのプリンセス持ってきたわけなんですよ。こういうプリンセスがあるんですけれども、こういうこの6人の人たちの発想ちょっと発展させてほしいなっていう依頼をこう受けたんですね。でこの人は、これはすごくいいコンセプトだなって、発展させることができるんだな、可能性があるんだなって。でそのこのコンセプトをやっぱり若さの人たちだけじゃなくて、こちらジャカルタに持ってきて、で初めてジャカルタでそういうセミナーを開いたんですね。でこの人がいろんな人に声をかけて、やっと1300人の人が来たんですよ。でそのプリンセプトをその1300人のその招待のお客様たちには、そのプリンセプトを行き渡って、こういうことをやったんで、やりたいんですよ私たちは。そこから始まるんですね。そこまでです。いや、lalu enam anak muda ini ternyata berdasarkan dengan penolakan itu, akhirnya saya harus jadi praktisi. Ini kan konsep. Lalu akhirnya mereka sendiri terjun gitu, dan itu akhirnya membuat konsep investasi pertama kami itu di peternakan ayam kampung. Akhirnya mereka ada di situ, jadi bukan sekedar memberi konsep tapi ikut. Dan sekarang ini kami sudah punya 28.000 ekor ayam kampung. Ini proyek pertama kami di Makassar. Di Makassar. Ini anak-anak muda ini. Dan dari situ nanti akhirnya berkembang ke properti. Nanti saya akan jelaskan. Tapi dari situ, dari penolakan ini belum sampai di situ. Akhirnya mereka jualan macam-macam air galon dan lain sebagainya lah gitu. Story-nya kira-kira seperti itu. Lalu penolakan ini itu tadi wa mau みんなにはその自分たちが思っていること、自分の発想とか全部みなお客さん、みなその1300人の人たちには言ったんですけれども、ただまだ半信半疑じゃないですか。みんな、わかりました、じゃあ私たち6人だけでビジネスを始めようって。で一番初め の一番、最初のビジネスなんですけれども、千鳥の千鳥をいっぱい買って、千鳥をこう何て言うんですか、千鳥を牧場みたいな、その大きなところじゃないんだけれども、その小さな養鶏場を作ったりとかしていて、でそこみんな地鶏を飼ったりとかする人たちがやってくるんですね。でそれが一番最初のビジネスだったんですね。2800万羽ぐらいの地鶏をそこでやってるわけなんですよ。で今はまだずっと続いているんですけれども、でそれが成功した後また違う分野に入っていくんですね。Jadi akhirnya 6 anak muda ini mengembangkan real estate property dari ayam property. Nah uniknya 6 anak muda ini akhirnya tidak sendirian. Konsep beliau ini diapresiasi, dan semua bisnis yang kita jalankan itu tanpa menggunakan instrumen perbankan. Kami ada namanya benefactor nih yang disebut oleh Bu Rukma. Ini adalah main behind 6 anak muda ini. Di antaranya tadi ada keluarga Pak Yusuf Kalla, ada yang mau disebut, ada yang enggak. Yang mau disebut itu Pak Jenderal TNI Joko Santoso. Ini beliau ini mantan Kasat di Kasat tuh Angkatan Darat. Bukan di RI. Oh di RI. Chief of Army. Sama sekali enggak ngerti. Oh gitu. Sama sekali tidak tahu politik dan tidak tahu politik. Inilah kira-kira. Ini ada benefactor. Okay. Nah ini Pak Profesor Dokter Amiruddin
Italia. Ini yang masih ada keluarga Pak Yusuf. まあ、あの最初そのジロリの、まあビジネスもすごい成功してきました。で次は何しましょうって、でその子たちもその6人の人たちももちろんそのジロリだけじゃなくて、こうあのディスペンサーの水ですか、あのアクアみたいなものをそれも売り出したりとか売買したりとかもいろんなビジネスをやってきたんですね。でやっと自分たちが分かってきて、この6人だけじゃ何も発展できないよねって、じゃあそしたらなんかこうバックの人を探しましょう。でそれが探してた時に、まあ、あの元々マカサルの人たちなんで、まあ、マカサルの人たちが今あのインドネシアで偉い人たちがたくさんいるじゃないですか。で一番偉いのはやっぱりそのカラさんじゃないですか。そのカラさん あの親戚の人がこちらの方に入ってるんですね。で、まあ、やっぱりユソカレとアミルディエ、でこちらの方に書いてありますけれど、あの書いてありますけど、あの一番下から2番目アミルディン・アリア、その人があのユスフからの親戚なんですね。最初はその人がこういろいろやってくれてるみたい でその人がいろんな人を、じゃあこの人たちをちょっと助けていきましょうって、そしてこの人たちが今バックにいるらしいんですよ、その6人の。で一番あの下から、上から2番目なんですけれども、軍隊の陸軍を指揮ているインドネシアですよ、全国の陸軍を指揮っているそのジェンラル・ジョコ・サントソという人なんですけど、その人が一番今権力的には大きい、でその人がバックに立ってくださっているので、まあ、だんだんビジネスもこう、まあ、あの軌道に乗っていく、乗ってきているみたいな感じなんですね。それ現役の人なの？現役じゃない、コロナウィラマって書いてあるからもう辞めてる、うん、退職になって、あのスパさんと同じことスパップさんみたいな感じなんですけれども、ただこの人は全インドネシアの陸軍を仕切っている人、もっと上だったと思ってますね、もっと上、うん、OK、 jadi sebenarnya latar belakangnya ini、Indonesia ini dalam banyak media menjadi negara konsumtif terbesar di dunia、jadi kita hobi menghabiskan uang kan, kita hobi belanja dan lihat anak-anak muda ini gayanya、baru, dan ini masalahnya melanda ke menengah ke bawah, bukan di orang kaya. Menengah ke bawah nih handphone bisa ganti 5 dengan berbagai gaya gitu kan. Mereka belum cukup uang tapi harus nyicil mobil. Nah inilah gaya hidup di negeri kita yang akhirnya menjadikan negara kita paling konsumtif di dunia. Yes, ini data dari Solo, mungkin ya 2, 3, 4 lah dari di situ. まあ、この、 あのデータの話になりますけれども、データによりますとですね、インドネシアは世界2か3かあのその若者たちがすごくなんかこう物に関するその執着心がすごく強くて、例えばこう携帯電話一つだけじゃ足らない、一つだけじゃちょっと物足らないから3つ4つ持てるという子たちが多いですね。でそれがお金があればいいんですよ、お金があれば全然問題ないですけれども、お金がないのにそれを買いたい、でなんか自分は金持ちじゃないんだけれども金持ちみたいなふりをしたいという中から下の人たちの方が多いんですよね、インドネシアって。その中からの人たちはやっぱりその上の人たちもやってるんだから私たちもやりたい、でその簡単なお金を作り出すそのなんか悪い方に行ってしまうっていう光景がいっぱい見られてるんですね。